メトロイドアザー M は、チーム忍者開発、ニンテンドー発売の Wii 専用ゲームソフト。コンピューターゲーム、メトロイドシリーズの一つ。E32009 にて初公開され、それまでのシリーズとは全く異なる操作体系などを持つ、新基軸の作品として制作された。時系列は、スーパーメトロイドと、メトロイドフュージョンの間にあたり、フュージョン劇中において、 断片的に描写されていた過去のエピソードにまつわる内容となっている。ゲームコンセプト及びキャッチコピーは最新技術を使ったファミコンゲームとなっている。これは誰でも楽しむことができるようなシンプルな操作体系の 3D アクションゲームを実現するという意味であり、ウィーリモコン単体での少ないボタンによる操作体系としつつ各所のアクションをシチュエーションなどに応じたものが 半自動的に選択され発動するなどでダイナミック、かつ、爽快感のある操作を実現している。ゲームシステムだけではなく、従来の作品よりもストーリー性にも重点が置かれており、CG ムービーやプロの声優を使った音声などが挿入されている。音声は日本語と英語から選択するようになっており、字幕表示の日本語、英語や ON、オフの設定も可能。 日本語音声が入るのはシリーズとして初めての試みである。ストーリーの中にはそれまでの作品ではあまり触れられることがなかった主人公サムス・アランの潜密な心理描写や過去のエピソードなどが登場している。ストーリー性にも重点を置いた結果として従来の任天堂作品と比較してムービーの量が多く、 大乱闘スマッシュブラザーズ X 以来の2層ディスク使用ソフトとなった。なお、ストーリー描写に関しては、従来のゲームシリーズに加え、過去に月刊マガジン Z で連載された公式漫画版で描かれたゲームシリーズ以前の内容に関するものが多々登場する。ゲーム中のストーリーではそれら作品の解説が、ほぼ存在せず、あらかじめ、 ゲームシリーズと漫画版の内容を知っておかないと理解しづらいセリフや展開が存在する。開発において本作品はプロジェクト M と題された任天堂社外の複数社との共同計画で行われていた。ゲーム内容は公営テクモゲームスの開発部署であるチーム忍者が制作しており、ムービーのディレクションを D ロケッツの北浦隆二が行っている。 これ以外にもムービー制作には、プロデュースの対応企画やサウンドの配、島国秋といった多数の企業が参加している。なお、プロジェクトを持ちかけたきっかけは、メトロイドシリーズの担当者である、坂本香が、チーム忍者制作の、忍者、ガイデンを遊んで、完成度の高さを評価したためである。日本で放送されたテレビ CM の一つ、ウィーリモコン一本編では、 締めの部分で、メトロイド2のテレビ CM で使われた、キャッチコピー、メトロイド、オモロイドというギャグが、再び使用されていた。さらに、関西の一部地域では、メトロイド、オモロイデと関西弁風に変更されたものが流された。概要で述べたように本作はすべて、ウィーリモコン単体での操作となっている。普段は、操作視点が、レトロスタジオが手掛けた。 メトロイドプライムシリーズとは異なり TPS のような三人称視点がメインでリモコンを横持ちにしたファミコンスタイルで操作を行う状況によってリモコンを縦持ちにしてポインターを画面に向けると一人称視点をサーチングビューモードに切り替える FPS のような主観視点となるメトロイドプライムシリーズと共通している点は サーチングビューモードにおいて、バイザーを通して見るので視界が制限されており、また、アームキャノンが見え隠れすることである。ゲーム進行は、特定の箇所、イベントで行われるアダムからの通信などの指示を受けて、行い、エリアの進行ルート上に存在する、ナビゲーションブースの装置を使用することで新たに、表示されるマップを頼りに、目的地へ向かうという仕組みになっている。 そのため、一部を除いて、プレイヤーの目的が明確な状態での進行となり、謎解き要素はその過程においてのルート開拓が主である。今作のサムスは、ゲーム開始後のチュートリアルから、すべての装備が使用できる設定だが、追加装備のほとんどは、ストーリーの進行に応じて、アダムに許可されると使用可能になるという形式になっており、新装備である。 ディフュージョンビームとシーカーミサイルを除きアイテムの形では登場しない。そのため登場する収集アイテムは能力向上のものが大半である。スーパーメトロイドでサムスとスペースパイレーツの惑星ゼーベスにおける最終決戦の末にスペースパイレーツと惑星ゼーベスが壊滅し、メトロイドが根絶されてから月日が経ち、これらはすでに過去の記録になろうとしていた。 そんなある日、サムスは、スターシップで航行中に、救難信号を受信する。発信源であった巨大な廃棄コロニー、ボトルシップに到着した。サムスは、先に到着していた、銀河連邦軍の部隊と対面。くしくもその部隊長は軍に所属していた頃の、上官であり、彼女が一番の理解者と慕っていた、アダム・マルコビッチであった。潜入した。 サムスとアダムたちは活動を再開しているコロニーと研究員の遺体、そして異形の生物が徘徊しているという光景を目にする。コロニーで起きた事態を究明するべく、サムスはアダムの指揮の下で探索に乗り出す。本作は序盤に外的要因により、能力を失うという展開はなく、すでにすべての能力を入手しているが、アダムの指示により、 能力を制限するという形で序盤の行動が限られ必要に応じて解禁していくという形式となっている本作ではスーツをもともと持っており機能を制限しているだけであるためスーツという呼び方はされず機能と呼称されるボトルシップの調査を行っていた銀河連邦軍の部隊サムスも昔在籍していた今作に登場する敵を呼びボスは ボトルシップ内で飼育、研究されていた生物及び、生体兵器として改造された生物がほとんどである。救難信号の発信源であった排気スペースコロニー。外見が巨大なボトル瓶のようで、自力での航行能力を持つのが、名前の由来である。内部はいくつかのセクターに区分分分けされており、エレベーターで移動が可能。公表されたデータでは、 テラフォーミングの検証のために作られた巨大研究施設となっており、各セクターごとに様々な自然環境や生物圏の再現がされており、大規模な惑星環境のシミュレーションを行うことが可能となっている。検証後に破棄されたとされ、コロニーを取り囲む暗礁中域の正体はコロニーから漏れた高密度ガスである。 だがデータとは異なり、何らかの理由で、現在も稼働を続けており、ところどころ機能不全には陥ってはいるもののコロニーの、機能自体は、至って健全で、かつ、異形のクリーチャーが多数徘徊している。事態の究明及び生存者の発見、確保がサムスラの任務となっている。その正体は、銀河連邦軍の一部が、生体兵器を違法に開発していた。 研究施設であり、軍事的利用が見込める生物の飼育や検証、戦闘能力の高いエリアンのクローン培養、そしてそれらに、サイボーグ化や遺伝子操作を施しての兵器化など、を行われていた。研究を命じていた者たちの最終的な目的は、スペースパイレーツを模した特殊部隊の設立であり、ゼーベス星人らのクローンのサイボーグ隊、アダムが、かつて提出した。 メトロイド軍事化計画の中止を解いたレポートを参考に作り出された凍結しないメトロイド、そしてそれらを制御するために作られたマザーブレインを再現した人工知能メガバイトなどの成果がすでに完成していた。だが人間を憎悪したメリッサが特殊部隊に反乱を指示したこととクローン再生されたリドリーが施設中のクリーチャーを先導。 凶暴化させたことにより、施設そのものが、本物のスペースパイレーツとその基地のような状況となってしまった。従来のシリーズ作品とは大きく異なる点が多い、ため一元的な比較、評価はできないが、メトロイドシリーズが人気の北米におけるウェブサイトでの品評は、高評価と低評価の両極端に分かれたものが多い。ようやくして述べると、 ストーリー展開シンプルな操作性、ゲームの進行システムなど、目玉となった要素と従来作との差異がそのまま議論や賛否の対象となっている。なお美行として、日本における機関の品評としては、大手ゲーム雑誌、ファミ通における、クロスレビューでは40点満点中35点で、同レビュー最高ランクのプラチナ殿堂入り、Wii チャンネル、 みんなのニンテンドーチャンネルのみんなのおすすめではシルバーランクなど高評価の方となっているゲーム序盤のアイスビーム獲得後に奥に進んだ後再びアイスビームを獲得した部屋に戻っていた場合ゲーム後半のセクター3のとある一室において先に進むための扉が開かなくなるという不具合があることが発表されたこの不具合についてニンテンドーは セーブデータをコピーした SD カードか、セーブデータが入った Wii 本体を送ってくれれば、無償で改善して返却する。としている。メディアクリエイト調べ、メトロイド・アザー・エム。小学館。P16 インサイド2010年9月9日。サムスの性別は決まっていなかった。2D メトロイドは、機械があれば、任天堂坂本氏が、メトロイドを語る。事実、アダムは、 レポートの作成者ではあったものの、実際には、レポート内で、メトロイドの危険性を解き計画の中止を訴えており、計画そのものに、アダム本人は関わっておらず、名前とレポートの内容を、真の首謀者に利用されていたに過ぎなかった。直接的描写はなく、銃声と共に、アダムが耳に装着していた、通信機が床に転がるシーンのみが描かれる。その後、 デリーターはセクター1へ退散する途中をサムスに発見、追跡され、後にアダムも健在であったことから、デリーターの撃退には成功した模様。この時点では、最初に出会った女性がメガバイトことメリッサであり、研究所の人物が本物のマデリー・インバーグマンであるとは判明していない。自身の飼育員やライアルなど、犠牲者に対しては単に致命傷を与えるだけでなく、 必要以上に必要な攻撃を加え遺体を激しく損壊させており特に後者に関してはジェームスにまるでボロ切れと評されたギャラリーモードにおける設定資料より飼育施設内で確保できる餌の量が少ないことに不満を抱いていたという裏設定が明らかになる メトロイドアザー M セクター3に手て先に進めなくなる症状についてのお知らせ任天堂ホームページ E32009 情報出展タイトルメトロイドオート M アーカイブド2012年5月4日アットザウェーバックマシンを参照ありがとうございます